クリエイターを迎え、新ブランドアイデアファクトリーインターナショナルが送る新作 RPG 第1弾、黒バラのワルキューレ、ブラックローズバルキリー。すべては一つの隕石から始まった世界的パンデミック。それは感染したものの生態を変異させ凶暴化させてしまう狂気のウイルス。瞬く間に世界中に蔓延し、キメラウイルスの脅威にさらされる人類。それに立ち向かうのが私たちが所属する特殊部隊ワルキューレ。幸運の持ち主で私たちの新隊長、白峰朝日さん。私、ヤクモアイ。大財閥の令嬢、ルナさん。真面目な生粋の軍人気質、ユエさん。元気いっぱいの自称男の子、アマル。引っ込み思案だけど頼りになるクーちゃん。そして風見さんとケンゴくんの8人部隊。バトルは敵味方の行動順がリアルタイムで変動するコマンドバトルシステム、タクティカルフルイドバトルシステム。多数の武器を使い分け、オリジナルのコンボを使用できるライオットコンボ、敵の行動を遅らせることができるチャージ、巨大兵器 TCS の稼働率を上昇させることで強化することができるイグニッションオーバードライブ、もちろんバトル以外にも様々なシステムが満載です。限定版情報。限定版には設定資料集とサウンドトラック、ドラマ CD が同梱されます。ここでしか見れない設定資料やドラマ CD は宮島拓海氏が書き下ろしたオリジナルストーリーを収録。予約特典は藤島康介氏キャラクター原画集、私たちの原画はもちろん、ラフイラストなども多数収録しています。プレイステーション4専用ソフト、黒バラのワルキューレ、ブラックローズバルキリー。私たちは必ず生き残ります。昨日は